昨年の G1 ホープフル S を制し、前走の皐月賞は6着だったレガレーラ、メス3歳、ニホ、木村、が日本ダービー、G15 月26日、東京、芝2400メートルに出走すると所有するサンデーサラブレッドクラブが28日、ホームページで発表した。X、旧ツイッター、では、レガレーラダービー、がトレンド入りし、 競馬ファンの歓迎の声と否定的な意見が入り混じった。女性ジョッキーが艶やかドレス姿、写真、貧馬のダービー参戦は、2021年里のレーナス、5着、以来で、勝てば7年ウオッカ以来17年ぶりとなる挑戦。全然良いんではないのでしょうか。自分は里のレーナスを応援してた時にダービーへ行きますって言われて、すごくワクワクしました。 結果はともかくあんなに楽しかったダービーはありませんでしたから。さらに、ルメール騎手も帰ってくるしこれは面白いぞとサツキ賞では実現しなかったコンビを熱望する声や、サツキの上がり最速はダービーに来やすいし。とデータ面から期待するコメントもあった。一方で、オークスなら取れたのにって言われないといいねとは思う。頭まではどうかいかがせん。 皐月賞馬のジャスティン・ミラノのパフォーマンスがすごすぎたと冷静な声もあった。